これはラズベリーパイピコを使ったパルスオキシメーターです。誰でも作れるように可能な限り回路を簡略化しました。しかしグローブの作成には 3D プリンターが必要なので少し敷居が高いかと思います。そこでグローブ部分を100均の材料で作ってみました。この動画では 3D プリンターを使わないパルスオキシメーターの組み立て方を紹介します。この動画だけで組み立て方がわかるように編集したので他の動画と重複する部分があります。ご了承ください。まず関連資料のダウンロード先を紹介します。表記の URL に専用のウェブページを準備中です。説明欄にリンクを貼っておきます。下のダウンロードリストから回路図、パーツリスト、そしてプレビルトプログラムをダウンロードしてください。それでは組み立て工程を紹介します。はじめにプローブの作成です。材料は100均で買えるスチレンボードを使います。黒色で厚みが 10mm のものとします。3cm×5cm くらいの大きさにカットします。指の第一関節から上が収まる溝を作ります。大体の長さに目印をつけます。指の形に合わせて枠を作ります。溝を作る領域に軽く切り込みを入れていきます。溝を切り抜きます。上下とも同じ加工をしました。溝を爪でこすって滑らかにします。指を入れる溝が完成しました。不要な部分をカットします。指を固定する部品が完成しました。次に光学素子を取り付ける穴を開けます。爪楊枝などで小さな穴を開けて少しずつ広げていくと綺麗に穴開けできます。まずはフォトトランジスタを取り付ける穴です。第一関節の真ん中より少し上の位置に垂直に穴開けします。LED を取り付ける穴です。 LED は2つ取り付けるので垂直から30度くらい角度をつけて穴開けします。実寸合わせをしながら穴の大きさを調整します。光学素子の取り付けが終わりました。配線していきます。まずは LED です。 LED はアノードコモンにします。受光側です。余ったリードを使ってボディーアースを作ります。
輪ゴムを取り付けるガイドを作成します。輪ゴムを取り付けて完成です。プローブが完成しました。回路を組み立てます。前回紹介した回路とはラズベリーパイピコのピン配置を変えました。シンプルな回路なのでブレッドボードでも作成できます。プログラムを書き込みます。ラズベリーパイピコのブートセルボタンを押しながら USB ケーブルをパソコンとつなぎます。マスストレージデバイスとして認識されるのでここに UF2 ファイルをドラッグ&ドロップすればプログラムが書き込めます。まず LCD の I2C アドレスを確認するプログラムを書き込んでみます。書き込みが終わると LCD に I2C アドレスが表示されます。次にピコ POM フォルタから LCD の I2C アドレスにあったファイルを探してラズベリーパイピコに書き込みます。これでパルスオキシメーターのプログラムが書き込めました。 LED の明るさとフォトトランジスタのゲインを決める抵抗を調整します。ピコの18番ピンと19番ピンをショートさせて再起動します。抵抗調整モードが起動します。表示値は赤外と赤の透過光を100分率で表したものです。プローブを指に装着していない状態で両方ともの値が90以上となっていることを確認してください。この値が低いと配線ミスなどが考えられます。プローブを指に装着しそれぞれの値が40から60になるように抵抗を調整します。まずは小さい方の数字が50になるよう R1 を調整します。なお、アルデューの IDE のシリアルプロッタを起動すると測定波形が確認できます。 R1 を初期値の10キロオームから47キロオームに変えてみます。値が大きくなりすぎたので R1 を22キロオームに変えてみます。IR の値が50に近くなりました。これで R1 と R2 のバランスが取れました。次に R3 を調整します。 R3 を初期値の47オームから100オームに変えてみます。プローブがずれたため IR の値が少し下がりました。プローブの位置を調整します。レッドの値がまだ高いので R3 を180オームに変えてみます。2つの値が40から60の値に収まったので抵抗のバランスが取れました。ピコの18番ピンと19番ピンを解放して再起動するとパルスオキシメーターが起動します。シリアルプロッター下線が赤色の吸収係数、青線が赤外の吸収係数です。これらの振幅の比から SPO2 が求まります。赤外に対して赤の振幅が 0.4 倍の時 SPO2 は 100%、1倍の時 SPO2 は 85% になります。ノイズが多く、データの信頼性が低い時はシリアルプロッタに紺色のギザギザを表示し、LCD のハートを白抜きで表示します。ブレッドボードはノイズの影響を受けやすいので、抵抗調整が完了したらユニバーサル基板で組み直すことをお勧めします。いかがでしたか？アルデューのナノベースのパルスオキシメーターに比べるとかなり簡単に作れます。
ラズベリー、パイピコを買ったけど、使い道に悩んでいるという方は、ぜひ試してみてください。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、評価とチャンネル登録、そして通知の設定をお願いします。